サッカーファンの皆さんこんばんは、ジョン・カビラです。今日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、ラシン・サンタンデル対ヘイレン・ペイ。本日の解説には中西哲夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さて、今日はかなり暑くなってますが、中西さん、はい、こういう日はかなり体力を消耗すると思うんでね、ペース配分気をつけてプレーしてほしいです。右へ出した、シュート、まだボールは生きている。いいディフェンスです。中にいますよ。ゴール前にいるのはヘッドだ。あー、これはポストギリギリ。ここは前半から勢いよく攻めてきます。返しから飛ばしてますね。前半入ってまだ間もないところ、ラシン立ち上がりどうですか。はい、いい状態で試合を進めてますね。ハビゲレスクエアにボールを運びます。中に人がいる、よく守っています。ラドムスキー、うまく食い止めます。パッ、大きく横へ運んでいきます。ゴール前を狙っています。主審の笛が鳴りました。ヘイレン・フェイン、前半も半ばに差し掛かりましたが、まだシュートシーンが見られません。流れに乗り切れてない感じですね。何かきっかけが欲しいですね。縦へのパス来た、まだ生きている。硬い守り、これはファールを取られました。このセットプレーはヘイレン・フェインボールになります。手元の時計では30分が過ぎようとしています。そしてここはサイプ、さあどんな展開を見せるのか。前線に送られる、ここはカットします。前へ送る、いいプレッシャーですよ。中央から上がっていく、ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。うん、そうなんですよ。とにかく打たなきゃ入りませんからね。ボールは左サイドへ、そこからレゲイル、ストッパーハンソン、前へ。そろそろ前半の40分を回ったところです。これは繋がらない。終了の直前、ラシン1点先制。レゲイゴールネットの右隅を揺らしました。場内が大歓声に包まれます。いや、シュートの選手だけは教えられないですからね。うまいですよ。さて、画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。変わってくるはずですから気は抜けません。ロスタイム1分を切りました。左へ
ここから3位。おっと、ここで前半終了のホイッスル。ラシン前半に先制して折り返したわけですが、中西さん、いやいい雰囲気で後半戦が今始まりました。このハーフタイムでの選手の交代はない模様です。パッ、縦への大きなパス、ボールはサイドからフォワード、ファビゲレーロ打ってきた。左側のポストをかすめていった。外れてしまいました。中西さん、外れたことより次を考えてほしいですね。さあ、ここからの攻撃、ブルヒンク一旦後方へ下げます。ラシン、後半立ち上がりいかがでしょうか。いいと思いますよ。ただ点差を考えた戦い方をしてほしいですね。下げて、ここはバイリネ、ルザさん、フォローがいません。この位置でボールがタッチを割りました。ここで選手の交代があるようです。ボールを入れるのはボーイフェルト。ボールはゴール前。右へ出していい動きですね。アヨセ、ラシン、ちょっと勢いが落ちたような気がするんですよ。かもしれませんね。ただリードはまだ1点だけですからね。場合によって危ないですよ。右サイドから上がる、中には2人いる。ファールがありました。これは出てもしょうがないですね。そうですね。これはイエローカード、今日初めてのイエローカードです。フリーキックです。ラシン、チャンスになります。そのまま狙った、クロスバーの上。今の攻撃は非常に良かったですね、中西さん。はい、それだけでちょっと残念でしたね。このパスは通らない。あと少しで後半30分。これは危険なプレーです。ゴールキックに変わります。拾ったのはアヨセ、縦に出す、ダイレクト、右サイド前に送って、さあ前へ、エレン・フェーン、スペースを潰します。当たった、これは真正面。ここはハッリ。さあ、後半40分を回りました。うまくキャッチしました。キーパーはバーテルマン。回してベナイ、ロスタイムは約2分と出ています。ボールはタッチを割ってスローインです。スローインするのはバッカーティ。いいチェックですね。試合終了の笛が鳴りました。1対0、ラシン1点差で勝利、逃げ切りました。中西さん、前半1点が入り、そのまま終わった結果となってしまう。